1年の9月に流行った曲をいきたいと思います。それではこんな音が流行っておりました。まずはこの歌からです、はい、どうぞ。僕は小学校かな。小学校かな。8年前。中学1年か小学校6年ぐらい。中学生やったんですよ。だね。僕は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 。13歳です。大阪でくすぶってる子なんですよ。そうです、ね、たこ焼きばっか食べてたこ焼きばっか食べてるんですね。大阪や、大阪たこ焼きや、大阪は。君とおまじ大阪をバカにするよ、それは。それでは行きまよか。もう一人新規の方おられます、ね。この人も大阪でね、ミカちゃんです。はい、どうも。ミカちゃんも有名ですよね。はい、有名です。大阪で、大阪で、マッチ大阪でもバカにしてますからね。いや、大阪めちゃくちゃ好きやな。やめろ。まあ、外人扱いしてるんです。でも大阪の方は今日は 1,2,3,4 人もおられる。そうですよ、 1,2,3,4 人、5人、お前大阪かいな。大阪境や。やめそれ。それでは、始めましょう。この番組は、そうだね。なごちゃん、なごちゃん、こちらへ。それでは、リクエストはがきですね、どんどんやっていきたいと思いますけど、なごちゃん、こちらからいきます。こちらいただいたのは大阪の美濃、地元です。大阪の美濃やて。大阪美濃や、うちの実家や。やめそれ。全部実家なの。大阪田上国。今さ、この間堺行ってた。はい、かわいいなおこちゃんリクエスト、ビデオが出た。あ、はい、なおこちゃん出たんですか。なおこちゃんアメリカで作ったビデオやレコードを8月28日に、一斉発売するそうですが、ビデオをちょっと見せてくれませんかっていうこと。これはどこで撮ったビデオですか。ロスターとラスベガスで撮りました。あ、そうです。ちょっとそのビデオの一部を見せていただけますか。はい、これがラスベガスの湖なんですけど、歌の方行きましょうか。はい、女の子ちゃん、あちらの方へ。本当に女っぽくなってまいりましたね。
もう21歳ですって。21歳、デビューしたのはもちろん10代でしょうね。10、そうですよ。それでは静岡県のですね、西村芳代君からのリクエストでございまして、はい、唇の形をしたネオン感がいっぱい、並んだハイテックな、感覚セットにしてくださいという、唇の、プライバシープレゼンターの方です。リクエストたくさん来ております。ですね、和歌山県の和歌山市でございます宇野恵美子さんでございますが、はい、この前細川さんが出てた時に、うん、細川さんが負け惜しみに拳を回して、見ろと言っていましたが、マッチは絶対できると思います。ぜひマッチなやらせてくださいという、そのシーンを見てみましょうかね、はい、こんな雰囲気でしたね。行きましたね。真面目になってるんですか。演歌は真面目ですよ。まあ俺マッチはポップスだからね、やっぱその、僕は演歌だから、まあ、この大きなギャップがあるし、マッチはほら拳回らないし、そうですね、俺が、マッチ見てますか、行くかったら拳を回してみよう。とうとう細川さんは最後の武器を出してみました。それしかない。細川さんは最後の武器です。マッチはほとんどほれ悔しかったら拳を回せ、回してみろマッチ、持ってみろ。けじめなさいで拳を回してみろ、回してみろ、けじめなさい、見ると、よし、けじめって、けじめやってやろう。これはでもけー、ちょっと待って、悔しいですよ、けー、あーい、おそらくそれはおそらくおそらくさんとは待ってる。めんない、一度りの、まだやめた方がいい。もう歌やめなさい。もうあの音楽祭行ったらもうジャニーズ事務所出ないもんだから、すっかり燃え下がっちゃって。面白くなんともない少年なんか。引退しなさいよ。何を言いに来たんですか。トシさんも、ね、マッチもね、渋谷くても出ない、聖子ちゃんも出ない、したら人は来ないらしいよ。音楽祭に人が見に来ないんですよ。今日は何の話したんですか。今度新曲出しましたら、うん、何やぶしゃ人生。これ一つ覚えて、これが大事だから。あ、この子の覚えてる。あれ好きなんですよ、歌。今日だってペンペンペンですでしょ。そうそう、今日持ち歌ないのが来たんだから、ギャラ出ないでしょ今日。そのプロデューサーちゃんとお相談して。何やぶしゃ人生ってやってくれ。何はひどい歌だ。どうもありがとうございました。どうも。何しにしてるんですか。また何言われたの。うわー、もうノリオさんみたいな芸風ですね。本当に楽しくなる方ですね。いやー、すごいですな。わざわざ細川さんも来てくれました。それでは歌の方参りましょう。行ってきます。栃木県の上野優子ちゃんでございます。エーゲ海を見下ろす、古代遺跡のセットでギリシャっぽくやってくださいということです。どうもありがとうございます。それでは新曲です。新曲でございます。永遠に